ジャングル大帝、ジャングル大帝、ジャングル大帝は、手塚治虫の漫画及び、それを原作とした一連のアニメ作品。A 代は、日本国内では、ジャングルエンペラーレオ、日本国外では第、第一、第二シリーズから再編集劇場版までが、ジャングルエンペラー。1989年のリメイク版及び1997年の劇場版が、キンベイズホワイトライオン。 2009年のテレビスペシャル版が、ジャングル大帝アフリカのジャングルを舞台に白ライオンのレオを中心とした一家三代とムーンライトストーンをめぐって争奪戦を演じる人間たちの群像を描く大河ドラマである。4度に渡りアニメ化され、プロ野球球団パリーグ西武ライオンズ現埼玉西武ライオンズのマスコットに本作のキャラクターが採用されたことで 世代を超えた認知度を持つ。大阪在住の医学生時代は、単行本の描き下ろしを中心としてきた、手塚治虫が中央で本格的なデビューを飾った作品であり、学童者の月刊漫画誌、漫画少年2950年、昭和25年11月号から194年、昭和29年4月号にかけて、全43回を連載。本来は、 密林大帝として単行本で描きを露す予定だったのが上京して偶然訪れた学童者において加藤健一編集長の勧めで連載することになった抜きを持つ連載開始時は4ページ第2回からは扉ページのついた10ページに拡大になり連載中は最大で16ページになるなど漫画少年の看板作品として君臨 以後の手塚は単行本描が下ろしから月刊漫画誌に仕事を切り替え、大学卒業後は漫画家に専念。1951年に鉄腕アトムを少年で連載を始めるまで少年誌での手塚の代表的な仕事が本作である。手塚は本作が連載後に日本公開されたアニメーション映画バンビを100回くらい見たと語り、 その影響で生きるための苦しさを描こうと、はじめは、ハッピーエンドにする予定だったが予定を回避にしたと、語っている、バンビの終わり方自体は、ハッピーエンドだが、ジャングル大帝ではあえて逆のバッドエンドにした。後に、ディズニー本家が、アニメ版、ジャングル大帝で育った、クリエイターにより、アニメ映画、ライオンキングが制作されたのではないかと指摘された、ことでも知られる。白いライオン。 ホワイトライオンというアイディアは、手塚がかつて動物の絵本を依頼された際に、ライオンの絵を白熱灯の下で再色したところ、黄色を塗るつもりが、伝統の黄色い光のために白と木の絵の具を間違えて、塗り、出来上がってみると白いライオンになって没になった、失敗談が発端という。ジャングルを舞台とする趣向は、手塚が少年だった1930年代初めに、 ターザン映画などを代表とする、秘境冒険映画、猛獣映画など人気を呼んだ、アメリカ映画の影響が指摘されている。具体的には、レオの父親パンジャの名前は1934年の、パンジャという猛獣狩り映画、設定は1933年の、密林の王者などとする説がある。第二次世界大戦後の1950年代の、日本では再び、ターザン映画が封切られており、 その当時の日本の子供向け漫画や絵物語では、ターザンモノやジャングルモノは最もポピュラーなジャンルの一つでった。例えば、山川草地の少年ケニア1951から1955産業経済新聞連載がターザン的な絵物語の例である。一方、手塚の同業者である漫画家の間では、パンジャの命名はジャパンを 前後入れ替えたアナグラム的な命名という説があり、事実、レオの子供、パンジャの孫であるルネトルッキオは、前後入れ替えると、寝ると、起きるになる。夏目房之助や日海道霊とは、主人公レオが人間と動物の間に立っており、手塚の他作品、レーマンや、勇者団などと同じく、本作の主題を、子供の同士の葛藤と和解であるとしている。ごと秀は、 ジャングル大帝での暗黒大陸アフリカのジャングルの近代化をめぐる主人公レオの内心の葛藤は手塚治虫の戦後日本における民族主義と近代主義の両方へ不信感を向けたもので解を出しておらず近代主義と民族主義の調和を訴えた作品と読むのは安易な読み方であるとするアニメ版の楽曲を担当した富田伊夫はジャングル大帝には 連載2年前の1948年から始まった南アフリカのアパルトヘイトが影響しており、レオはネルソン・マンデラではないかという試験を述べている。手塚の名を高め、1950年に漫画少年史上では完結していたジャングル大帝だったが、単行本化の方は長らく完結せずのままであった。連載中の1950年に出された学童者の単行本、 二巻までは、もちろん、1967年の公文社の手塚、おさむ漫画全集も四巻までと刊行が途中で、中断し、雑誌連載時の読者以外は、話の結末までを読むことできない状態が続いた。テレビアニメの放送と共に1965年から1968年に、かけて刊行された、小学館のサンデーコミックス、中、後の時代に、秋田書店が出した。 単行本サイズのサンデーコミックスという名のシリーズとは違い、雑誌サイズの大判のもので、冒頭がカラーページで他の読み物も付属したで、連載以来13年目にして、ようやく単行本として完結を見た、第5巻目には初めて完結出たことを述べた著者の言葉が収録されている。しかし、アニメ化の際に作画の参考資料として持ち帰っていたスタッフが、急成し、 その上そのスタッフの部屋も整理され、前半部分を中心にオリジナルの原稿を紛失したため、かなりの部分を書き直している。後半の第3部はほぼ連載時の状態で残っている。以後、小学館の手塚治虫前集、文民社の手塚治虫作品集が出版され、1977年の講段社の手塚治虫漫画全集版が現在の定本となっている。なお、 手塚治虫漫画全集の全400巻当初観光予定は全300巻であったのを記念すべき第1巻はこのジャングル大帝の1巻であった。漫画少年連載のオリジナル版は印刷された漫画少年を反したとして1990年から1992年にかけて手塚治虫ファンクラブ京都の京丹次タイムスから復刻。そして 2009年になって、小学館クリエイティブより、漫画少年連載版が、漫画少年版ジャングル大帝として、全2巻で正式に復刻された。近年の紙ベースのものではない書籍としては、講談社、手塚治虫漫画全集の原稿用フィルムからスキャナーで、取り込んで電子化された、DVD 版の手塚治虫全集や、ダウンロード方式の電子ブックファイル版などもある。これは、 富大佐を子供のための公共誌、ジャングル大帝の音に合わせて動画をつけた OVA で、その物語の展開は音楽が作られたのと同じく虫プロ版、ヤングル大帝の第1話にほぼ沿っている。富士テレビ系列で1965年、昭和40年10月6日から1966年、昭和41年9月28日まで、全52話を放送。 日本国産初のカラーテレビアニメシリーズとされることが通例だが半年前、1965年4月からカラーによるテレビアニメドルフィン王子が放送されている。しかし全3話に過ぎなかったためあまり話題にならず忘れ去られていった。よって本格的なカラーテレビアニメのシリーズは本作という評価が一般的である。スポンサーは山陽電機が 採用カラーテレビ劇場と銘打って一社提供を行い、実写製品であるカラーテレビ購買需要を喚起する番組として活用した。漫画連載は10年以上前であり、テレビアニメ冷明期であるため続悪番組の素知りを避けるべく、鉄腕アトムと同じく手塚漫画の中では良い子の代表格であるレオに白羽の矢が立った。レオの理想主義は教育者の指示を得て、 日本 PTA 全国協議会、教育者懇談会の推薦番組に、番組向上委員会の、青少年向け推奨テレビ番組に選定された。1966年第4回テレビ記者会賞特別、賞、1966年厚生賞中央、児童文化宝部会年間優秀テレビ映画第1位、1966年厚生大臣児童福祉文化賞を受賞している。 予算は1は250万円、総額1億2000万円の制作予算が組まれ、並行して放送する、鉄腕アトムは外注プロダクションを多く使うことにし、ジャングル大帝には、虫プロダクションハイノキの主スタッフを投入。虫プロの社員スタッフで制作されることになった。ただし、手塚治虫は制作現場から外された原作者という、立場に過ぎず、鉄腕アトム、 w さんのような手塚のチェックははい、いない。これは、プロデューサー主導による予算管理に基づく制作体制を取ることで、虫プロが赤字体質から脱却することを意図した、広告代理店出身のアナミカオル虫プロ常務による改革の一環だったとことれる。画面の動きに合わせた音楽の作成と収録に、当時としても、破格の番組制作予算の4分の1から3分の、 一程度が当てられていたなどと言われる。同じく、フジテレビ系列で1966年、昭和41年10月5日から1967年、昭和42年3月29日まで放送。ジャングル大帝の視聴率は20%以上を獲得し、内容的にも各賞を受賞する公表に、手塚の構想に基づき1年目は、子供時代編の続編として、 主人公レオが大人となり、家族を持った原作の後半部分をアニメ化。物語もスポンサーと対象年齢の兼ね合いから、レオもライアも死んでしまう原作及び劇場版とは違い、死なないで子供たちと一緒になって走り去っていく、ハッピーエンドに変更された。第十四話は1967年代6回日本テレフィルム技術賞を受賞している。しかし、 視聴率は低迷し15%を割ったことから半年で打ち切りになった。アメリカでも NBC が購入することはなく1984年になって宗教チャンネルのクリスチャンブロードキャスティングネットワークがレオザライオンのタイトルで放送した。本作の後に作られたテレビシリーズの作品との混同を避けるためか最近では現代の作品タイトルから 真の字を除いて表記されることが多い。音楽は音響監督の田代厚美の推薦で、富田伊に決定。ミュージカルの要素が組み入れられた本作では、1話ごと画面に合わせ新たに作曲、録音する工程が取られた。そのため、音楽には、創生作品の4分の1から3分の1をかけ、鉄腕アトムと比較すると、音楽予算は5倍になった。 輸出先のアメリカの担当者も音楽を絶賛したという。本作のレコードは朝日ソノラマと日本コロンビアが発売し、そのシート EP レコードのほか、主題歌、挿入歌集、ジャングル大帝ヒットパレードとレコード化に向けて新たに曲を書き下ろし、子供のための公共詞ジャングル大帝の2枚の LP レコードが発売された。当時は朝日、 そのラマのそのシートが全盛期だったが、日本コロンビア専属歌手だったポップス歌手、広田美恵子がエンディング主題歌、レオの歌を歌い、収録版、SCS-1 は10万枚以上のヒットを記録した。日本コロンビアの公式サイトでは、SCS-1 をアニメソングのコロンビアの原点となったとしている。挿入歌集、ジャングル大帝ヒットパレードと、 子供のための公共詩ジャングル大帝の2枚の LP レコードについては、これが日本で最初の主題歌集とアニメの公共曲の LP だと言われている。小学校の音楽授業の鑑賞教材にも使えるレコードという発想で制作された子供のための公共詩ジャングル大帝は1966年の第21回芸術祭の音楽部門に参加し、奨励賞を受賞した。 1976にも同 LP は再プレスされて発売された。その後も音楽 CD 化され、またさらに音源の音にアニメーションをつけた OVA 版として VHS や LD や DVD は作られた。さらに富田勲自身による再編曲と新演奏の録音である2009年改訂版の公共詩、ヤングル大帝白いライオンの物語の音楽、CD などもある。 オープニングテーマ、ジャングル大帝のテーマ及びエンディングテーマ、レオの歌は、ジャングル大帝のレオが、マスコットキャラクターの埼玉西部ライオンズの、チャンステーマとして使用されている。2005年4月27日には、が、コロンビアミュージックエンタテインメントより発売された。鉄腕アトムでの経験を活かして、テレビアニメ版は、当初より、アメリカ輸出を意識。 アメリカではすでにカラー放送が主流になっていたことからカラーで制作。どんなエピソード順に並べても大丈夫なように、あるいはアメリカの放送コードに引っかかって放送できない回があった場合のために、原作の漫画は大河ドラマであったのに対して、主人公、レオの成長物語ではなくなり、基本は一話完結のエピソードとなっている。実際には前編後編の2話で、 完結のエピソードも少しある。黒人の描写には気をつけ、漫画的なカリカチュアライズした表現は用いず、登場させる際も、黒人を悪役にはしないなどの配慮が取られた。そのような妥協の甲斐もあって、鉄腕アトムに続いて、アメリカの三大ネットワークの一角 NBC が購入し、ネットワークでは放送されなかったものの、番組販売され、金馬ザ・ホワイト・ライオンとして放送された。 原作者の手塚治本人の手でコミカライズされ、小学館の児童雑誌、幼稚園、小学1年生から、小学4年生の1966年10月号から12月号に、かけて、ジャングル大帝が連載された。アニメ化に先立ち、幼稚園、小学1年生の1966年4月号から9月号までは、レオちゃんという題名で連載している。 1967年発表。第一作と同じく、手塚治虫自らがコミカライズを担当した、ジャングル大帝進めレオ。お。を、小学館の学習雑誌、小学1年生、小学2年生の1月号から4月号にかけて、連載。1975年10月3日から東京12、チャンネルで開始した、手塚治虫漫画アワー。 金曜20時20時54分の前半で再放送、後半は不思議なメルもしたが、番組が半年で終わったため、第23話大会中で終了した。2006年3月から5月を初回としたアニメ専門チャンネルカートゥーンネットワークでの放送の際には、第8話、吉グモのみ放送されなかったが、その後はバッターの襲撃というサブタイトに変更して、 放送されている。1966年7月31日に東方系で公開された。本来の公開予定作品だった新作長編、鉄腕アトムが脚本も完成しない状態のため、その代替作品として急遽テレビで放送していたジャングル大帝第1話と第41話を中心に再編集したもの。1967年に イタリアのベネツィア国際映画祭の児童映画部門の第1位であるサンマルコ・ギン氏首相を受賞した。同時上映は、フランケンシュタインの怪獣さんダ対、ガイラと、鶴の恩返し、人形劇。テレビ、東京系列にて、1989年、平成元年10月12日から1990年、平成2年10月11日まで、放送、時間枠。 毎週木曜日19時30分20時、前52話。番組表では、途中から、手塚治虫の新作アニメジャングル大帝と表記された。企画は1987年にスタート。青いブリンク、森の伝説と並び、手塚治虫本人が、最後に手掛けたアニメの一つ。1989年度第14回文化庁、子供向けテレビ用優秀映画奨励作品。 レオが人間の言葉を喋らない設定になり、ストーリーも第一話が原作の第一部を使っていること以外はオリジナルとなっている。セーブライオンズのマークとして青年のレオの顔が使われており、権利関係で混乱が起きることが予想されたが、手塚治虫はあの絵は実はレオではなく父親のパンジャなんですよと主張し、本作に登場するのは 子供時代のレオのみなので混乱はないと関係各社に説明した。放送日時は1990年9月中旬から10月上旬時点、秋田テレビ、三重テレビ、テレビ山口、南海放送については、本放送終了後に放映された日時、宮崎放送については打ち切り、時点の日時、放送系列は放送当時のものとする。 第3作放送前年の1988年に作られた4分6秒のパイロット版。演出、浮いたかし、原、動画、小林淳二。1997年8月1日より、小畜系で公開。従来のテレビアニメ版とのつながりは、一切ない完全新作で、テレビアニメ版では、最後が改編された原作の第2部を忠実に描く、ことを意図として制作。 手塚を敬愛するスタッフが集まり、生前の手塚ならこうしただろうとイメージしながら、構築した作品である。当時の松竹は、配給収入の低下に悩んで、日本アニメーションのフランダースの犬の映画版から始まるアニメ路線を試みており、ジャングル大帝の劇場版もそのうちの一本であった。手塚プロには、松竹側から三四年前から、手塚作品をやりたいと接触があり、 当初、松竹は、鉄腕アトムの映画化を希望していたという。ジャングル大帝の配給収入は4.3億円となった。なお、本作の約9ヶ月前には、手塚プロの別スタッフによる、ブラックジャック、劇場版が同じ松竹系で公開されている。本作との類似点が指摘された、ライオンキングの世界的ヒットに便乗して制作されたため、カナダでの公開の際ディズニーから、 公開中止の要請がされた。その影響か現在に至るまで海外では公開されていない。ジャングル大帝勇気が未来を変えるは、フジテレビ系列にて、2009年、平成21年9月5日に、フジテレビ開局50周年、手塚治虫生誕80周年記念アニメとして土曜、プレミアム枠で放送れた、テレビスペシャル、2012年2月29日に、 韓国で劇場公開。バラエティ番組の放送作家として知られる鈴木治が初めてアニメの脚本に挑戦し、オリジナルストーリーを書き起こしたことで話題になった。本作では、家族愛、友情、環境問題をテーマとして、近未来の人工ジャングルに住む動物たちとそれを管理する人間との戦いを描く。声優陣は、専業声優でない芸能人を数多く起用。 俳優の時藤三郎や松島七子は本作がアニメ声優デビューになったと言われる。視聴率はサッカーの国際強化試合、日本オランダの生中継に次いで時間帯2位となる13.1%を記録した。エターナルアースによって作られた巨大な人工島、ネオジャングルでは動物を捕獲移住させ管理していた。動物の声を聞くことができる少年。 大山健一は、ネオジャングルに生息する、子供の白、ライオンレオと出会い、ネオジャングルの存在が間違っていると思うようになる。そんな中、病原体の蔓延により、レオたちの住む区域の動物を、リセット、殲滅用とする人間に対し、レオら動物たちは反旗を翻した。アニメ公共誌ジャングル大帝は、テレビアニメ第一作放送時に発売された、レコード、 子供のための公共詩ジャングル大帝に映像をつけるコンセプトで制作された51分のオリジナルビデオニメ作品である。1991年4月1日に日本コロンビアより発売された。監督は新旧のテレビアニメシリーズのスタッフでもあった虫プロ出身の平田敏夫が務めている。ジャングル大帝本老子の編2000年公開。 手塚治虫ワールドの300インチシアターで上映された短編映画。火の鳥がストーリーテラーとなる日本立ての作品。ジャングル大帝、レオ空を染める、謎の星。サイエンスアート社によるプラネタリウム上映番組で、スライド枚数約230枚、投影時間約29分。不吉な赤い星火星をめぐって、レオたちが冒険をするという2003年。 火星大接近に着目したストーリー。本作、原作漫画をめぐっては、黒人描写をめぐって差別だとして、抗議を受ける問題が起きている。1990年9月に、黒人差別をなくす会より、手塚作品の黒人描写が差別と偏見を助長すると抗議で、全書を求める内容の内容証明が、手塚プロダクションをはじめとして、 手塚作品を出版する大手出版社に送られた。これを受けて、東京、名古屋、神戸で開催されていた、手塚治む展では、ジャングル大帝のパネルを撤去し、パンフレットから黒人の部分を削除して、差し替えがなされた。当時の黒人差別をなくす会は、鳥山明のドクタースランプ、佐藤忠の燃える、お兄さんなど、手塚以外の漫画にも同様に抗議を行い、 それらの作品では指摘された黒人の部分を描き、変える、形の対象が取られたが、すでに作者が個人となっていた、手塚治作品の場合は、書き直すことが不可能であった。そのため、手塚プロダクションでは、1990年12月までに、講段社の手塚治漫画全集の全巻を、出荷停止しのをはじめ、その他、7社の出版社から出されている手塚の、 単行本のうち黒人が描かれているものすべてを一時的に出荷停止する処分が取られた。その後も黒人差別をなくす会からは定期的に抗議文が送付されてくる中、書き直しが無理のため絶版処分とする処置も浮上したが、1992年春に講談社社員の発案で、 手塚が個人であることと作品が描かれた当時の時代背景を示すものであるとする断りがきを端末につけて理解を求めることに決定。ジャングル大帝をはじめとする手塚作品の再出荷を開始した。1993年には日本アフロアフリカン協会からも抗議を受けたが手塚プロダクションと出版社を交えて対話が行われ断りがきをつけることで 基本的合意が得られている。以後も黒人差別をなくす会からは定期的に抗議が寄せられているというが、これがきっかけとなって黒人が登場するしないにかかわらず、手塚作品が出版される際は断り書きを刊末につける形が通例となっている。手塚治虫ファンクラブ京都は当初1990年8月に手塚プロダクションの許諾を受けて、 ファンクラブの開放、ひょうたんつ次タイムス市場で、漫画少年連載のオリジナルのジャングル大帝の復刻を開始。1990年10月に、ジャングル大帝が人種差別とする黒人差別をなくす会から、抗議文が大手出版社と、手塚プロダクションへの抗議に続く形で到着したが、手塚治むファンクラブ京都はこれに納得せずに独自に、観光を続行。黒人描写がある。 手塚作品が大手出版社から出荷停止になっていた時期にも手塚治さファイクラブ主催者は手塚治さファンクラブ京都の名を外して手塚プロダクションとは無関係の立場に切り替えた上で観光を継続1992年3月ついに最後までの復刻が完了したこれが漫画少年版の史上初の完全復刻である手塚プロダクションシダタ 手塚治虫馬鹿一代、幻のジャングル大帝を復刻した男、石川英吉の物語、集英社インターナショナル、イスン、978から47億9767万967、2004年2月26日。本作とディズニープロダクションの1994年公開のアニメ映画、ライオンキングとが類似しているとして、 ディズニーが模倣したのではないかと日米で話題になった。1994年7月11日にサンフランシスコクロニクル紙が掲載した記事が発端になりアメリカのマスメディアに話題が拡大。この件に対してディズニー側は7月14日にサンフランシスコロニクル紙に回答を寄せ、公式にはアメリカで放送されたジャングル大帝をスタッフは見ていないとして模倣を否定した。 ただし、このディズニー側の主張に対しては、フレデリック・エルショット、有馬哲夫、渡辺・茂らから疑問が呈されている。日本へはアメリカで話題になっているとして、共同通信が配信。7月13日に、毎日新聞、翌14日に、読売新聞、18日に、朝日新聞が報じたのをはじめとして、スポーツ新聞やテレビでこの問題が紹介された。 手塚治虫を敬う漫画家の里中町子は、ジャングル大帝を見たことはないとするディズニーの態度に疑問を抱き、ディズニー作品を配給する、ブエナビスタインターナショナルへ質問状を送った。里中の質問状には、千葉哲也、藤子、海、藤尾、水島晋次、長井豪、モンキーパンチ、矢口隆夫、一条ゆかり、広金賢治、杉浦ひなこら約80名の漫画家が賛同し、 百4 8 8人の署名が添えられた。その一方、手塚治虫の死後、著作権を管理している、手塚プロダクション並びに、遺族は仮に盗作だったとしても、ディズニー側とことを構えないことを決めた。理由は、ディズニーファンだった個人が、もしも、この一件を知ったならば、怒るどころか、仮に、ディズニーに盗作されたとしても、むしろそれは、光栄なことだと喜んでいたはずだとした。 手塚治虫の長男で、手塚プロダクションの取締役も務める映像作家の手塚信は、問題にしなかった理由として、ディズニーへのバッシングに加担したくなかったこと、文化は模倣によって成立すること、ライオンキングには、白いライオンが登場せず、動物だけの世界で閉じており、ジャングル大帝のような人間社会と交流するドラマが、ないことを理由に似ているとは思わなかったことを挙げている。 アリマ・夫も、ダイオン・キングは、ディズニーの世界戦略から、ジャングル大帝のような社会性がないことを指摘し、かつて虫プロに在籍していた、吉川宗氏も文化は互いに影響し合うものであとして、手塚プロの対応を見識であると評価している。手塚プロもテレビアニメ版を制作した、山本栄一も問題にしなかったこともあり、騒動は、自然と収束した。 ディズニー側からの里中町子への返信には模倣は否定しつつも手塚治虫の業績を認め手塚へ敬意を表する旨が記されていたというなお手塚はバンビが日本で公開された1951年の翌年である1952年にバンビの漫画家を手掛けているしかしこの後もディズニーが他の手塚作品を呼び 日本の漫画やアニメから盗作しているという指摘が相次ぎ、ライオンキングが悪しき前例となった可能性もある。有名な事例では、千代人よ物語を原案とするアラジンが手塚の劇場用アニメーション第一作、千代人よ物語からアトランティスを題材とするアトランティス失われた帝国が不思議の海のナディアから雪の女王を原案とするアナと雪の女王が正当し、 聖夜の北欧アスガルド、アニメ版オリジナルで原作にはないから、人物やストーリー、デザイン等のアイディアを投用した可能性が指摘されている。プロ野球埼玉西武ライオンズのマスコットとして、ジャングル大帝のレオが採用されている。オーナーの堤義明から手塚治本人時期時期に電話があり、イメージ戦略のために依頼したという。キャラクター使用料は3000万円だった。 前日の通り、マスコットキャラクターは、レオということになっているが、実際には、生前の手塚が語っていたように、絵柄自体は大人になったレオではなく、微妙に異なるデザインのレオの父親パンジャである。にもかかわらず、西部ファンの間ではそのまま、レオと呼ばれている。西部鉄道においては乗車カードに、レオカード、山口線、及び、そこで使用される西部8500系電車に、 レオライナー相性がある。西武鉄道のボタン式級券売機、タッチパネル新型券売機には書かれていないや、西武鉄道グループの西武バス、高速バス、貸切バス及びノンステップバスのみ、西武高原バス、伊豆箱根鉄道、大見鉄道のバス及び西武ハイヤーのタクシー、黒塗りのハイヤーは覗くにもレオが描かれている。しかし、ここ最近の導入車両や、 車体更新車両では、レオマークが消え、ノン・スティーバスの文字だけになっている。西武球場の電光掲示板には、古戦友圏の作画した、西武ライオンズのユニフォームを着た、レオ、手塚によれば、パンジャが打ったり走ったりするアニメーションが表示された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。